はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ルルシーです。本日はね、ゲームじゃなくてお菓子の紹介をしたいと思います。私ね、お菓子めっちゃ好きなのね。ご飯を食べなくてもいいからお菓子食べちゃうタイプなのね、結構ね最近気をつけてるけどね、結構もう年だからでね、コンビニでこれを見つけたの。じゃん、カルビーのじゃがりこの、最初はこれゴールデンサラダかと思ったら、グランドサラダでいいのかな。で、なんかじゃがりこさんが20周年らしくて、おめでとうございます。で、ちょっとこれちょっとめちゃめちゃ気になったんで、パッケージも明らか違うし、20周年って書いてあるし、グランドサラダって書いてあるし、で、なんか味のね、味がどう違うのかなと思ってちょっと見たら、なんか北海道産の男爵芋を使用してるって。いつも違うのかな、じゃあ。で、コーンとオニオンパウダーをプラスしてるっていうんだよ。私はね、コーンが大好きな、トウモロコシ大好き人間だから、それもちょっとね、ちょっと気になったからちょっと買ってみた。うん。で、ちょっとこれね、グランドサラダをちょっとね、ググってみたら、カルビーさんがね、26日から12月下旬まで期間限定で販売してるそうです。で、ね、コンビニエンスストアで先行発売だね。私もコンビニで買いました、これは。これファミマで買ったかな、私はね。で、なんかじゃがりこのね、歴史がめっちゃ書いてあって、で、私これね、なんか1995年10月ってやばくない？結構前から、20周年って結構びっくりなんだけど、女子高生をターゲット、JK をターゲットにしてこれ発売したらしいよ、じゃがりこ。いや、JK にターゲットにするならもっとなんかファンシーな、なんかパッケージにしたいんじゃない？ちょっとギャルっぽい感じの。で、なんか携帯できるスナック菓子みたいな感じで、このね、バッグにポンと入れられるじゃがりこが発売されたらしい。確かにこれバッグに入れてても中身粉々にならないもんね、あんまね。ポテチとか入れたらアウトだけど、これ系はね、この筒状になってるやつは私も結構 JK 時代結構食べた、確かに。で、北海道産の男爵芋を 100% 使用してるんだって。で、男爵芋特有のじゃがいもの風味を強く感じる仕上がりになっております。だって。で、定番のじゃがりこサラダの美味しさをさらに追求したこだわりのポテトサラダハゲに、サラダ味に仕上げたって。で、こう、オニオンパウダーとコーンで、甘みを表現してますって。で、パセリの緑色、人参の赤色、コーンの黄色の彩り3色が見た目にも楽しさを演出だって。いいね。まあ、これコンビニで、190いくらだったかな。そう、198円ぐらいだったので、ちょっと高めなんだけども、まあ、20周年、まあ、記念すべきあれなのでね、ちょっと食べてみようかなと思って買ってみました。では、ちょっと開けてみたいと思います。お！あ、でも、ん？まあ、匂いは、いつものじゃがりこのね、美味しい匂いがする。見た目もほら、こういう感じ。見た目はそんな変わんないかな。ただこのさ、黄色いつぶつぶが、ほら、ちょっと入ってる、若干ね。黄色いつぶつぶ、これトウモロコシなのかな？ではちょっと食べてみたいと思います。で、私思ったんだけど、普通のじゃがりこも買ってくればよかった。比較しろよって話だった。で、これ若干長いんだよね、ほら。若干長いの。パッケージもちょっと長めになってて、ちょっと長いんだよね。では、いただきます。うん。私、こっちのが好きだ。うん。これね、コーンの甘みがね、いい感じに効いてていいよ、これ。うん。なんか鼻に抜ける感じで、トウモロコシが来るんだよね。うん。トウモロコシって感じで来る。うん、トウモロコシって来るね。おいしい。私はトウモロコシ人間だから、トウモロコシ大好き人間だから、これはおいしい。嬉しい、この、コーンの風味が変わったの。嬉しい、私的に。うん。
じゃがりこってさ、ほんと止まらないんだよ。なんかちょっと食べてやめようってできないんだよね全部食べちゃうやつだから、ちょっとね、なんの、おいしい。うん、皆さんもぜひじゃがりこグランドサラダ味食べてみてください。私じゃがりこはすごい好きで、いろんな味食べてるけど、一番好きな味はジャーマンポテトってね、最近また出始めてる。なんかコンビニ、いろんなコンビニ全部にはないんだけど、なんかセブンイレブンにはあったかな、ジャーマンポテト。ジャーマンポテト味マジうまい。で次が明太子バター、たらこバターかな、たらこバターも好きだし、あれもなんか人気ありすぎて定番になったよね、確かね。私は、うん、サラダも好きなんだけど、サラダ定番だと思う。一番食べないかも。うん。一番食べない味だけど、でも美味しい。このグランドサラダ味は美味しい。ちょっと発売してる間、私これは普通に買っちゃうかもしれない。ちょっと高めだけど、ちょっと買っちゃうかもしれない。美味しい。はい。ってなわけで、本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。次の動画もよろしくお願いいたします。ルルシュでした。じゃあ、またねー。